どうも皆さんこんにちはこんばんはパパゴリラです本日は無課金でも鈴木重秀は超越できるを解説したいと思います早速ですが現状無課金の方は超銀商店で交換できる四部将以外の超越刻印っていうのはなかなか獲得できないんですよねでも鈴木重秀を超越したいと思っているそこのあなた安心してくださいゲットできます 今だけ期間限定なんですけどもゲットできる方法がありますのでその方法を今から説明させていただきますご存知の方も多いかもしれないんですけどもこの下に出ている川中島の戦い今開催されていますが川中島のイベントのボタンをタップしますそして左にある合戦商店こちらをタップそしてさらに予言の館というのをタップしていただくとですねここに 鈴木茂秀の刻印が出てますね。鈴木茂秀以外にも、まあ魅力的な武将がいるのはいるんですけども、今日は鈴木茂秀に絞って解説していきます。じゃあ鈴木茂秀のこの刻印をゲットするためには、右上にありますね。予言の証というコインを使って鈴木茂秀の刻印が交換できます。1個交換するのに予言の証が20いるという計算ですね。 では、この予言の証はどうやって手に入れるのか、まあ増やしていくのかっていうのを説明していきます。予言の証のゲット方法はと書いてありますが、 勝ち抜き戦予想、この左下にありますね。これのボタンを押していただいて、その右上にある信頼の証というのを使って、予言者の証を増やすことができます。具体的にやってみます。こちらですね。この右上にコイン今0ってなってるんですけど、このプラスボタンを押すとですね、超銀を使う、もしくは、このタブを触っていただくと、小根で増やすと。えー、両方やり方あるんですけども、 これで購入をして信頼の証を増やすことができる。つまり、信頼の証の増やし方ですが、超銀を使って10長銀で信頼の証1個もらえるっていう交換方法と、タブの下ですね、小金です。30の小金を使って信頼の証を1個交換できると。この2パターンのやり方があります。ただ、 マックスまで増やせるのは200コインまでしか交換できません。これは毎週最大で200ずつ交換できると書いてありますので、まあなのでマックスでいくと2000超銀もしくは6000小魂必要になってきます。ではこれを使って預言者の証を増やすとはどういうことなのかこちらですね。信頼の証をかけてですね、勝ち抜き戦の勝敗を予想してもらいます。どっちが勝つか予想してその予想が的中 したた場合はかけた信頼の証の2倍の数の預言者の証証2倍数言者をゲットできるまあもし予想が外れてしまった場合は0.7倍の予言者の証をゲットできてまあ資源ももらえると書いております。ということでまあグダグダ言いましたけどもじゃあ実際どれぐらいの超銀や小拠をかけたら鈴木重秀の刻印がどれぐらいもらえるのかこれをまとめたものがこちらです。 はい。マックスで信頼の証を200コイン交換した場合ですが、超銀2000もしくは拠の6000が必要となってきます。そして予想が的中すると考えると、 予言者の証を400コインゲットすることができますということは、予言者の証400コインで、鈴木茂秀の刻印は20枚交換できるという計算になりますので、これはいわゆる課金するって考えると、1280万金と同価値。しかも、課金するにしても、2日間かけて鈴木茂秀の刻印20枚ゲットしないといけないので、その2日間も待たなくていいと。 いう結果になっております課金しなくてもゲームで稼げる超銀や小魂いわゆる無課金状態で鈴木重秀の国印がもらえるというのはこれはもうねぜひ皆さんにやっていただきたい今だけの期間限定となっておりますので勝ち抜き戦予想して国印をゲットしてくださいただし予想をもし外した場合は予言者の証が140そして国印も7枚と いうことでちょっと割高になってしまいますので、まあ、確実にこっちが勝つだろうと、えー、分かっている場合のみマックスベッドしてねしっかりゲットしていただければなと思っておりますはい動画は以上となっておりますこの動画が少しでも参考になった方はチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたしますそれではまた会いましょうバイバイ